こんにちは、西本りみです。今日は、ついに明日に迎えました、ポッピンパーティーのフォースライブ、ミラクルパーティー2017アット日本武道館の、前日ということで、ちょこっとお話しさせてもらおうかなと思って、ちょっと今急ぎで撮らせてもらってます。ということで、見てーこれー今回の、バンティー、イエーイ。あとね、コリミリミが、リミ、これリミリミなんですけど、ちょっとちっちゃいコリミリミが、あとね、ドリーマーズブレード、新ドリーマーズブレード、こんな素敵な、みんな揃ったタオルもあるので、たくさんグッズあるので、ぜひぜひゲットして、来てくださる方は、応援していただけたらなって思ってます。ということで、ついに、明日になってしまったんですけど、なんかね、めっちゃあっという間でした。なんやろな、あんなにさ、発表されて、ついにあの舞台に、あの聖地になってしまうんやって実感してから、たくさん時間があったはずなんですけど、すごくあっという間で、今日まで駆け抜けたなって思います。今回のライブは、すごくメンバーが一つになっていて、アット日本武道館っていうのをすごい見据えて、今、なんか、同じ未来を目指して、みんなで駆け抜けてきたんだなっていうのを、すごく実感しました。これまで、プロジェクトが動き出してから約3年ぐらい経つんですかね。その当初から、一番最初のファーストライブの時から、いつか武道館立ちたいねって、目標にしてたステージに明日立たせていただけるんだって本当に奇跡ですよね。そんな奇跡のような出来事はついに明日奇跡じゃなくて現実になるんやって思うだけで今からすごく胸が高鳴ってます。だけどそんな奇跡は私たち5人だけじゃ起こせなかったし、たくさんのスタッフさん方に支えていただいて明日の日を迎えることができるし、そして誰よりもバンドリーマンさんの皆さんがいてくれたから私たちは明日日本武道館に立つことができるんですよそんな私たちとスタッフさんと、そして誰よりもバンドリーマンの皆さんと築き上げてきた奇跡を胸に刻みながら、明日みんなで会場に来てくださる皆さんと、ライブビューイングで来てくださる皆さんと、そして残念ながら今回見に来れなかったっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、一人一人のバンドリーマーの皆さんに伝わるように、みんなで一緒に奇跡を見ましょう最近知ってくださった方も、ずっと一番最初の頃から応援してくださってる方も、皆さんと明日はもうその全部を出し切って楽しみたいなって思います。はい、というわけでなんか重くなっちゃったかな。そうや、じゃあちょっとしんみりというか真面目な話しすぎたから、明日ライブビューイングや武道館に来てくださる皆さんで一つやってもらいたいお願いがあるんですけど、ツイッターとかで結構もう言わせていただいてるんですけど、前回の動画で OVA の大阪京都の舞台楽屋裏の動画を上げたと思うんですけど、その OVA の京都で私のキャッチフレーズが生まれたんですよそれが機関車感激チョココロネっていうやつなんですよ。機関車感激おー、すごーい。明日のライブではぜひ私が機関車感激って言ったらチョココロネってお願いします。それではなんか最後話が脱線してしまってすいませんでしたとにかく明日は最高のステージにしたいです。楽しみます。みんなで楽しもうね。というわけで、西本りみでした。せーの、機関車感激チョココロネー。バイバーイ。また明日ねー。